シェエラザードって何か。今日はですね、ギタリストが聴いたらいいオーケストラ音楽を3つ紹介しようと思います。私がおすすめするのはですね、1800年代後半にかけて活躍したロシアの作曲家3人の曲を紹介しようと思います。1つ目はですね、こちらリムスキー・コルサコフっていう人のシェエラザードっていう曲、曲というか、まあ30分ぐらいのオーケストラ曲があります。これ4楽章からなるんですけども、交響曲ではないんですね。交響曲ってちょっと細かい決まりがたくさんあるんですけども、割と4楽章からなってる、まあ自由なオーケストラ曲になると。これシェエラザードって何かっていうと、アラビアンナイトあるじゃないですか。アラビアンナイトの語り手の女の人ですね。アラビアンナイトっていうのは王子様が第一夫人に不倫されてショックを受けて、毎日女性関係を作っては次の朝殺していくっていうことをずっとやってたわけですよ。それを止めさせようとしてシェエラザードが毎晩毎晩終わらないストーリーをですね、どんどんお話をしていくということですね。そのシェエラザードっていうのは語り手の主役の女の人です。でシンドバッドのお話とかそういったお話をしていくわけなんですけども、第一楽章は多分シンドバッドだったと思います。すごくね、そのシェエラザードのテーマがあるんですけども、アラビックでイスラミックな中東系のテーマがすごく綺麗に響くんですね。ですごくそのシンドバッドのストーリーだとかも思い浮かぶような曲になってますので、すごい聴きやすいと思います。で2つ目はですね、こちらなんですけども、ボロディっていう人の中央アジアの草原にてっていう曲なんですね。これがですね、交響詩の単一楽章なんですけども、ロシアの方と中東の方がですね、草原で出会うっていうシーンが想定されててですね、ロシアっぽいテーマが流れたら次に中東っぽいテーマが流れてるっていう、その2人のその旅人の掛け合いみたいなものが分かりやすく表現されているので、オーケストラ初心者の方も聞きやすいと思います。で3つ目はですね、ムソルフスキーっていう人のハゲ山の一夜っていうやつなんですけども、これはですね、ディズニーのファンタジアの中でも登場している曲なんですけども、ものすごくそのなんていうんですかね、悪魔の音楽といいますか、こうなんかヘビーメタルデスメタルを想起させるような印象の曲なんですね。すごく怖い感じの曲なので、これもなんていうんですかね、ロックミュージシャンなんか割と聞いたらいいんじゃないでしょうか。昔ね、題名のない音楽会っていうの、前泉敏郎先生がやってらっしゃった番組があるんですけど、そこに世紀末が出て、その励まの一夜と一緒に世紀末の曲をやるっていうような企画があったりとかして、多分ね YouTube でもあると思うんで見てみてください。そのぐらい割とロックしてる曲ですので、ムソルフスキーの励まの一夜聴いてください。以上3つギタリストが聴いたらいいオーケストラ音楽でした。まあ大トロにならなくてもね、バカって検索したらすぐ出てくると思いますので聴いてみてください。もしクラシックのことでも何か質問ありましたら、トータルギタリストの質問スライドから質問いただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。トータルギターメソッド、あなたのギターライフを輝かせる。新しいギターライフをぜひご一緒に。